はようございます。今プール終わって、今から宮古神社と、あ、その前にブルーシールでアイスを食べに行こうかなと思ってます。髪の毛めっちゃくるくるに巻いたのにもう普通に取れちゃったっていうね。すごい暑くて日焼け止めをめっちゃ塗ってきました。昨日本当は行く予定だったんですけど、ちょっと行けなかったので今からアイス食べに行ってきます。着きました。あ、白熊カフェとかもあるんだね。あ、レモネードここにある。レモネード、白熊カフェとかもういろいろありますね、ここ。へー。で、ブルーシール。ここのね、かわいいの、ブルーシール。行きたいと思う。あ、隣に雪塩ステーキ。なんかここら辺いろいろあるね。ステーキ屋さんあるよ。すごい、これ。かわいいね、ここ。アイス刺さってるってこと。わ、すごい。なんかここかわいいじゃん。ね、ここかわいい。座れるよ。グッズも売ってます。なんかグッズ買おうかな。メニュー表みたいに書いてある。あ、ロイヤルメモクッキー。この間ね、塩チンスコを食べた。何とか言うかな。じゃーん、今回も塩チンスコと琉球紅茶わらび餅にしました。ちょっとね、グッズとかも買ったので合計7,490円。この服は50円。これかわいいやつ。フェイスタオル、あとスーツケースに貼るステッカー、ボールペン、めっちゃ買ったね。これ生口タイプで7,490円。めちゃめちゃ買ったね。食べよう。めっちゃ黒蜜。暑いからいいね。このお店めちゃめちゃ可愛いよね。うん、あらびもち入ってる。うんうん。塩チンスコ美味しい。美味しい。うん。うまい、うまい。宮古神社早く行かないかな。早く食べて。今からすぐ行きます。ブルーシールのあそこのアイスのね、店舗すごいかわいいので、もし宮古島来た人はよかったら行ってみてください。で、今から宮古神社に行って、なんか御朱印帳の紙が、御朱印がすごいなんかブルーでかわいいので、ちょっとそれをね、買いに行こうかなと思います。着きました。
わ、すごい天気いい。ここが宮古神社になります。こんな感じで駐車場もあります。ではうち買いました。これすごいブルーでめっちゃ可愛いです。家帰ってね、御朱印帳に貼りたいと思います。これは書いてもらうのはあれで、春用だったらこのカラフルなのがもらえます。今からダグスバーガーを食べに行きたいと思います。結構有名なところみたいなの で閉店時間がね、ちょっとわかんない、ね、早く終わるかもしれないっていう話なので、ちょっと今からまだもうすぐ4時かな、4時なんですけど、早めの夜ご飯にします。で、まあ、夜小腹空いたらこの後マックスバリューでちょっとお土産を少しだけ買うので、そこでちょっと買うか、ファミマでなんか沖縄限定のスパムのおにぎりが売ってたので、それをね買って食べてみようかなっていう感じです。今からバーガーのところに行きたいと思います。オニオンリングつけようかなと思います。絶対これ向き間違えた。こっちが手前だね。うん、なんかパンサクサクしてる。めっちゃ美味しい。味っぽいね。オニオンリングもでかい。ケチャップあるじゃん。これやったら貼ってちゃった。次がちょっと、うん、よかった。美味しい。ヤクヤのシャワーすごい。ジャッパーこれ。あー、いい。何入ってまた絶対すごいボリューミーでめちゃめちゃ美味しかったです。とね、なんか広島と石垣島と宮古島と名古屋にあるっぽいです。ジューシーで味が濃くて、具もね結構いろいろ入ってるんで美味しいです。その先、今からマックスバギューに行こうかなと思います。今日はこちらの和食にします。かわいい。ここですね。今日はあいにくこんな感じの天気になってます。雨降ったり降ってなかったりって感じです。今御膳が届きました。こうやってね、一人ずつ
午前が届きます。お味噌汁にお魚に卵焼き、はんぺい、おからとかね、これがマグロみたいです。で、ご飯はこういった感じで用意してもらいます。で、ここはバイキングのビュッフェで和食系が揃ってて、これ煮物でちょっとね、サラダを食べてなかったんで食べようかなと思ってます。で、おろしにラフテーに梅干し、高菜、そぼろ、ご飯のお供がね、すごい種類ありました。で、飲み物はガバジュース。ね、ちょっとね、朝食来るのギリギリになったので急いで食べたいと思います。はい、今日の朝は和食で食べたんですけど、和食の方が午前とかも決まってて、ちょっとね、お惣菜ビュッフェで撮って、結構ね、静かにゆっくり食べれるので、海とかの景色は反対側になるんですけど、とっても良かったですね。2泊する人は洋食と和食で1回ずつ食べてもいいかなと思います。とってもね、結構マリンスポーツとかもできたり、売店とかも充実してたりするので、おすすめのホテルになります。なので今回は宮古島東急ホテル&リゾーツに宿泊しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは。